まあ、二十歳の誕生日を迎えて、まあ、なんとなく一区切りだと思ってるんで、まあ、二十歳から、まあ、10代も一生懸命駆け抜けてきたので、20代も一生懸命やっていきたいと思います。同チームは初勝利したんで、その流れに乗っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。